少しお時間もらえるかい。おい、ペン、告白されて答えを渋ってんじゃないよ、ペン。ペペペペン、ペペペペン、ペペペペン、ペペペペン。ということで、前回ね、このペンがミッションがね、発生してたので、本日こちらのね、ペンさんの任務を解決していきたいと思います。この馬宿で起こった事件のこと、悪いがもう一度話を聞かせてもらえないか？あ、なんか事件が起こったんですね。告白を受けたわけじゃないんですね、ペン。なんだ？少しお時間もらえますかねって言ってたから、この女の子から告白されたんかと思ったぞ、ペン。この事件のことが起こったから、まあちょっと時間待ってくれって言ってたんだね。っていうことで、まあ話を聞こうじゃないか。ホーロ、ええ、この馬宿ではゼルダ様が保護した世にも珍しい、金色の馬。おい、馬たくさんいすぎだろ。極の白馬。骨の馬。そして今度は金色の馬かよ。その子が逃げ出してしまったの。ゼルダ様にゆかりのある馬が失踪ってだけでも大事件だが、一番気になるのは失踪時の状況だな。なんか探偵みたいなこと言ってんな、お前。お前探偵じゃねえだろ。お前新聞記者だろ、ペン。ええ、忘れしないわ。私が馬のお世話を終えて、馬屋の中で休んでいた時のことよ。普段は穏やかで優しいあろうこと大騒ぎする声が馬屋の中まで聞こえてきて、それで様子を見に行ったってわけか。そしたら、馬小屋の前のに行方不明のはずのゼル様がいたの。そして姫様が馬小屋に近づくにつれて、金色の馬はひときわ激しく暴れ出して、馬小屋から逃げ出してしまったのよ。逃げた馬に気を取られた隙に、姫様の姿もどこか消えてしまったし、本当にあっという間の出来事だったわ。馬をゼル様も、霞や煙じゃないんだ。にわかには信じられないや、冗談をさえずってるわけでもなさそうだし。ってお前、誰かと思えば相棒じゃないか。この俺に聞き取られず聞き耳を立てるとは、特派員の素質があるやつだぜ。あら、こちらも新聞社の方だったの。いや、違うんだけどな、本当はな。本当は勇者なんだよ、ホーロー。勇者なんだけども、なんかこの、ペンがさ、勝手に相棒って言ってくんだよ、これ。そうとも、俺の相棒さ、心配だがなかなか見どころのあるやつなんだ。こいつも一緒に話を聞かせてもらうぜ。他にも気になるってことはあったかい？そうね、思い返してみると、やっぱり馬の様子は普通じゃなかったわ。自分を保護して救ってくれた姫様にとても熱いでくれたのに、あの時はなぜか怖がってるように見えたのに、だから姫様じゃなかったんだろ、なんか。違うやつだったんだろ。慈愛に満ちたお方だと、誉れの高いあのゼル様を怖がった。あの時、チラリとお見かけした姫様の予感をどこだか冷たい感じに見えたかも。だから、姫様じゃないんだよ。本物じゃないんだよ。以前お話しした時、優しくて温かなお人柄だったのに、馬が暴れて怒ってたのかな。せめて逃げた馬だけは見つけてあげたいけど、なんかその馬を見つけるっていうミッションなのかな。なんだ？あ、向こう側、北の方に走り去って戻ってこないし。探し行きたいけど、北には巨大な馬が飛び回ってる。倒すんだろうな。私にできることは馬小屋をきれいにして帰りを待つことぐらいだわ。ああ、誰かあの子を無事にここまで連れ帰ってきてくれないかしら。無理だね。諦めな。諦めな。ペン、お前行ってやれば。もうリンクはいろいろみんな助けてきたからさ。もう、お前少しやってみろよ。なあ、ペン。こいつなんかメモしてるだけだ。全くもって助けに行こうとしない。行こうとしない、こいつ。しょうがない、行ってくるか、リンク。よっしゃ、久しぶりにファンファンに恋心に乗ろう。よし、行くぞ。北ってどっちだ？どこにいんだ？なんかグリオークいるしさ、ちょっと今日は無視させてもらうわ、お前、ちょっとな。今忙しいんです。今忙しいんです。金の馬見つけなきゃいけないから、ちょっと待ってな、お前な。あ、なんかいろいろヒントが聞ける。巨大な魔物って北の雪原を飛び回って噂の3つの子、ははははグリオークかよ。猛烈な氷影響からって人だまり前、これ何、近くを通るときは目をつけられないように物陰にいたら、とりあえず進めないんだよな。あいつの先にいるってことなのか、別に倒す必要ないってことだよな。あ、なんか頑張り薬くれた。なんかなだめるの大変らしいぞ。体力が結構使うってことなんだ、多分な。並べて最中に、まあこの薬を飲んでということですね。わかったわかったわかった、やってきますよ。だグリオークの奥ってことだよな。じゃあ行ってきますね。で、グリオークは倒す必要はないんだよな、多分な。ちょっとこのまま北に行こう、この。ああ、いるじゃん。あいつだな、間違いなくあいつだな。じゃあちょっとあいつに乗ってくるか。あー、逃げないでー。
おいでおいでおいで、こっちおいで。焼いて食ったりしないから、焼いて食ったりしないから、乗らしてくれな、乗らしてくれよ。嫌われる。待て待て。よしよしよし、こっそり行くぞ、こっそり、こっそりな、こっそりな、こっそりな、乗れ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 、なあ。やばいやばい。よし、斜めろ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 、オーケー。なんか全然頑張り薬使わなくてもかっこいいな、この金の馬。ちょっと、あ、ごめん。ファンファンに恋心、ファンファンに恋心、ファンファンに恋、ごめん、ファンファンに恋心、浮気したわ、この金の馬。通り過ぎちゃった。ファンファンの、ファンファンに恋心を持ってんだろう。僕じゃないですか、僕じゃ、リンクスだ、リンクスだ、僕のこと可愛がってくれないですか、何ですか、その金の馬って思ってんだろうな。ごめん、もうこの馬気に入っちゃった。これ金の馬いいな。登録したいな。ちょっととりあえずあいつに話しかけるか、ちょっとあいつに話しかけてこよう。見つけたぞ。さあ、見つけてきましたよ。そこの女性。あなたが連れているその子、間違いない、ゼルダからお預かりしたのに行方知らずになってた馬だわ。ずっと心配してたらあなたが見つけてきてくれたのね。ペン、ペンめっちゃ驚いてるな。ペンめっちゃ驚いてるな。犬もなんか、お前犬もどうした。前回可愛がってやった犬か、君。犬もなんかびっくりしてる。驚いたら、一体いつの間に、おいおい、もう記者としての実力を見せつけるのも大概にしといちゃくれないか。エース記者のたちは危なくなっちまう、なんつってな。で、お前の手柄は相棒の俺の手柄でもある。よくやった。俺もくちばしが高いぞ。それにしても、なんだかその馬、随分とお前懐いてるみたいな。そうなんだよ。リンク、モテモテだからな。もう女の子だけじゃなくて、馬も懐いちゃうから、もうリンクはもう誰からしも愛されてしまう人間だからな。ええ、本当に。そうだ、よかったらこの子、あなたが連れて行ってもらえません？あ、くれんの？ありがとう。ゼル様からこの子を大事にしてくれ、引き取り手を探してって頼まれたの。それに、旅人のあなたと一緒に、タイラの各地を回れば、いつか恩人のゼル様と再会させてあげられるかもしれないもの。そういうことは決まりだろ、相棒。その場のためと思って、一緒に連れてやるな。そうだ、これも渡しておくわね。あ、なんかくれた。オーケーのやつをくれた。これ、あとはこれも受け取って。あ、オーケーの蔵もくれた。その手綱と蔵は、ゼルダ様がこの子のために残していかれたものよ。使い慣れているものだから、よかったらその子に乗るときに使ってあげてね。まだまだ新人とは、さすが俺が見込んだだけのことだな。お前どっかでいい記事が書きそうだ。これで俺たちは新装を明らかにしたい。ゼルダ様にまつわる新装。まだ4件目か。あと何件なんだ。あ、紫ルピーね。まだ全然長い気がすんな、全部終わるには。もう一つ、三葉さんから成果報酬。あ、なんかくれた。あ、やった、滑り経験だ。買わずのやつだ、これ。ありがてえ。これ超欲しかったんだ。雨の日でも滑らず、壁に張り付いて珍しい僕だ。これがあれば、翼を持たない相棒でも、さらに活動範囲を広げられそうだな。よし、俺は早速、社に戻って、今回、いきさつの記事まとめるぞ。じゃあな、相棒、近いうちにまた会おうぜ。ねえ。滑ってるって。ねえ。お前、お尻、ペーンだ。はい。私何回滑るんだろうな、あとな。絶対このミッションがあったら、私、お尻ペーンっていうことを言ってさ、毎回滑るんだよな。もう言わなきゃいいんだよな、あいつのことを。お尻ペーンつってな。とりあえずこれ馬登録してくるわ。あ、なんかこいつ好きになっちゃった、なんか。なんかもうこいつメインになっちゃったな、多分な。ゼルダコメント、ファンファン恋心もいるんだけど、なんかこいつメインになりそうだ。新しい。あ、でもまあ、あ、ナスキアよ。なんかもう95だって。いいね。丈夫さもスピードもあるし、頑張りも引っ張りも。まあいいね、こいつ。こいつ好きだわ。あ、20ルーペ。あ、金ね。金がねえんだよな、もうな。馬の名前どうしよっか。まあ、お尻ペンかな。かわいそうな名前。お尻ペン。名字がお尻なんだろうな。そして名前がペンなんだろうな。お尻ペンだ。ファンファンに恋、ごめん、ゼルダごめんと、ファンファンに恋心がもう多分、メインこいつになりそうだわ。お尻ペーンになりそうだわ。とりあえずいいわ、これで。大丈夫ですか、はい。このままでいいです。はい、ありがとうございました。頑張りという拍車をかけて高速で走る能力。ただ拍車をかけて高速で走っているときは曲がりにくいと。はぁ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 。もういいっすもん、それはどうでも。
とりあえず、この馬宿はもう終わったので、次回は、とりあえず今日ね、これで、多分短いかもしれないけど、一旦これで今日切ろうと思います。次回が、まあ、この馬宿終わったんで、まあ、このね、エリアを開放していくって感じかね、ここの、眺望台が多分、どこだっけ、そこら辺にあったよね、あそこにあったよね、そうそうそう、眺望台を開放していく感じだと思うので、それ行きたいと思います。ではね、今回、ちょっと金の馬をゲットしたので、よかったらー、リング、かっこいい馬手に入ったぞ、お尻ペーンが手に入ったぞ。ということで、今回ね、これで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。また次回のツイッターでお会いしましょう。バイバイ。